スライスを今回使っていきたいと思います。だってひき肉全体を焦がせって言ってるわけじゃなくて、ひき肉の一部を焦がしてほしい。ボロネーゼとして美味しいパスタが出来上がるので、これぐらいでいいと思います。こんにちは、店長です。今回はスーパーに売っている合い挽き肉とご家庭にある調味料で作る本格ボロネーゼ、そのソースの作り方についてお伝えしていきたいと思います。ボロネーゼソースっていうと皆さんちょっとこうハードルが高いっていうか、あんまり作り馴染みがない、どっちかっていうとミートソース、パスタでいうミート缶みたいな缶があって、それを温めてパスタにかけて食べるとかいうので、ミートソースって馴染みがあると思うんですけど、同じようなカテゴリーでボロネーゼっていう言い方でソースがあります。でそのソースって基本的にはこうセロリを刻んで、玉ねぎ刻んで、人参刻んで、まあ、野菜を炒めて、で煮詰めて、まあ、ミンチも炒めて、赤ワインを入れてコクを出したり、ハーブを入れて香りを出したりというすごく手間がかかる、まあ、2時間3時間煮込むのが当たり前みたいなソースなんですけど、そういった工程なくできるだけ簡単に自宅で再現できるようなレシピを今回ちょっとお伝えしたいなと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。でこのようにこのチャンネルではご家庭の料理が簡単に気軽に美味しくなるようなプロの技だったり、ちょっとしたコツをお届けしてますので、ぜひチャンネル登録といいねボタン、ご協力お願いしたいと思います。コメントなどいただけるとさらに励みになりますので、そちらも合わせてお願いしたいと思います。それでは作っていきましょう。スーパーに売ってある合い挽きミンチのお肉を 300g使います。で 300g のミンチに対して半分の量の玉ねぎを使います。一般的には玉ねぎをみじん切りにしてソースにするんですけど、僕はスライスを今回使っていきたいと思います。それは何でかっていうと、ボロネーゼって、まあ、いわゆるミンチのパスタなんですよ。でそれをパスタの麺に絡めた時に、このミンチもポロポロで玉ねぎも、まあ、例えば人参とか使う人がいたら、そういったものもみじん切りにしてると全部がまあこういう形で麺になかなか絡みにくいんですよ。なので、あの玉ねぎをスライスにすることによって、あの玉ねぎのこのスライスの部分と麺が非常に絡みやすくなって、簡単に一体感のあるパスタが作れるので、今回はその玉ねぎのスライスを使っていきたいと思います。でミンチの量 300g に対して半分の量の玉ねぎのスライスを使います。で味の調味料としてご家庭にある、ここにちょっと並べてるんですけど、まあ、ウスターソースとピザソースと焼肉のタレ、これを合わせて本格的なボロネーゼを今回再現していきたいと思います。で、ウスターソースが分量でいうと大さじ1、焼肉のタレも大さじ1、同量でピザソースも大さじ1、それとケチャップが大さじ3杯、これを使っていきたいと思います。でなんでこういう調味料で本格的なボロネーゼを再現表現するのかっていうと、ウスターソースって結構野菜をしっかり煮込んで煮詰めたソースなんですよ。なのでウスターソースを使うと、で少しまあハーブ感もちょっと欲しいので、ピザソースにはちょっとハーブが入ってたりするんですね。なので香りとか味が入ってたりするんでピザソースを使う。あとボロネーゼソース作るときに赤ワインでこう入れて、まあ、香り付けするんですけど、焼肉のタレって意外にそのアルコール分が入ってるものが結構多くて、そういうのワイン使ってたりするケースが結構多いんですよ。なのでそういうコク出しの代わりに焼肉のタレを使っていこうかなと思います。ということで、今から実際に調理していきたいと思うんです。いろんなお野菜を使うわけではないので、少しでもコクを出したいんで、玉ねぎはしっかり炒めて色を出したいなと思います。その時にできるだけ早く、まあ、いわゆる飴色になるような状態を作るために、玉ねぎはラップをして600ワットの電子レンジで約3分温めてください、はい、そうすることで適度に水分が飛んで、油で炒めるというか、最後炒めるんですけど、その時に早く飴色になりやすいんで、まず3分間、玉ねぎを電子レンジで温めるようにしてください。お肉をちょっと炒めたいんですけど、お肉を炒める時もコツがあって、大さじ1杯の油をまずフライパンに入れます。でこの、ミンチなんですけど、これを
ちょっとこうただ炒めるんじゃなくて、実はですね焦がすんですよ、わざと、うん、わざとミンチを焦がす。でそれはなんでかっていうと、焦がすことで焦げのこう香りとか、うん、そういったところでコクを出したいんですよ。これを焦がしたいんですけど、そう焦がす時にもまたコツがあってですね、このまんまこのミンチをこのままフライパンにドバッと入れてもう焦げないですよ、なかなか、うん、でこの肉から先に水分が出てしまって焦げる前にあのなんかちょっとべちゃべちゃになっちゃうので、ハンバーグみたいにちょっと握ります。こうやってで握ってもらったら分かるんですよ、結構水分出てくるんですよ。でこの状態でハンバーグのような形にして置きます。もう全然強火でいいと思うんですけど、これをまあ 300g あるんで、まあ3塊ぐらい。なんかこれだけ見たら今何作ってるんだっけってなりそうですね。そう、まあ、え、ハンバーグっつって、いやあんたミンチまとめただけでハンバーグはちょっと乱暴でしょってなるけど、そうじゃなくてこうあの焦がすためにわざとこういう形にするっていう、いやできるだけやっぱ本格的なこう味に近づけたいんで、そのそういうあの一手間だと思ってもらったらいいと思います。こうやってまあ、形はね全然こだわらなくていいので、とにかくこういう風に焦がすために、焦がすためにで、そのミンチをただ入れるだけではあの水分が先に出ちゃって焦げにくいので、こうすることで簡単に焦がすことができるんで、この形にしてもらいたい。もうなんか焦げるってなんか料理の敵みたいに感じがちですけど、それは悪じゃないんですね。それは悪じゃない。そのよく焦がしバター醤油とかね、なんかその焦がしニンニクのってあるけど、店とかで言うとあれ別に失敗して焦げたわけじゃなくて、ちょコクを出すためにわざと焦がしてるんで、そういうのもあるから、あの全然悪ではないので、あのしっかりちょっと焦がすようにしてほしいと思います。勉強になります。はい。でここでお肉に塩をしちゃうと余計その肉から水分が出てしまうんで、この時点でお塩は絶対しないようにしてください。でこう焦げ目がこんな感じ、うん、見てます。焦げ目が出てる、はい、これぐらい、これぐらいやっぱ焦がす、ここ全部これぐらい結構きれいに焦げてるんですけど、ハンバーグみたいです、ハンバーグみたいあの味のない全く美味しくないハンバーグが今できてるっていう状態で、これはまあ、 あの工程の一つなんで、ちょっとまあここはこれでこういう調理の仕方でいってもらって、まあもうちょっと個人的には焦がしたいんですけど、まあこの状態でちょっとこう焦がします。そのなんていうんですか、ひき肉全体を焦がせって言ってるわけじゃなくて、ひき肉の一部を焦がしてほしい、それでコクを出したいっていうことなんで、まあこういう方法でいいかなと思います。はい、はい、である程度これぐらいまで焦げてきたらほぐします。ここぐらいまで焦げたら、もう裏面も多分これぐらい焦げてるんで、裏面も焦げてますよね、はい、でここで油にもその肉の旨味が移ってるので、ここでほぐしていきます。こうやってほぐしていきます。こうやってで、この段階で火を入れながらしっかりこうほぐしていく、ミンチとミンチをちゃんとこうほぐしてもらって、なので一番最初は結構強火で焦がす勢いで炒めてもらって、あとはまあ弱めの中火ぐらいでこうほぐしてもらうのがいいと思います。全体がほぐれて、まあピンク色の、まあ、生の状態がちゃんと色が入った、まあ茶色い状態にこうなってきます。こんな感じ、全体的に火が入った状態で一回このミンチ避けます。ミンチ避けてもらいます。このお肉を炒めた油が残っているフライパンでさっきレンジで火を入れた玉ねぎのスライスを炒めます。これラップ剥がすとき非常に熱いので皆さん気をつけてください。蒸気とかでね、やけどしないように、そうそう、やけどしないようにしてください。なんかこの前動画で見てこう
自分の一番遠いところからパッとこうラップを剥がしたら熱くなくできるっていう動画を見つけて3回チャレンジしたんですけど、3回ともダメだったんで、あまり有効じゃないと思いますので、もしそういう動画を見つけたら皆さん訓練してやってみてください。とにかく気をつけてあげる、とにかく気をつけてあげる。でこれを先ほどのフライパンに入れます。で、ここから、まあ、ある程度やっぱコクを出すために、今回そのお野菜がそんなに量入るわけじゃないので、コクを出すために玉ねぎはちょっと色がしっかり変わるぐらいまで炒めたいと思います。はい。で電子レンジで温めてる分火は入りやすいんですけど、これにもうちょっとだけ、レシピ外です、ちょっとひとつまみ塩を入れてもらってまた炒めてもらうと、さらに色づきやすくなるので、まあ、これもなんか単純に飴色っていうけど、なかなかその飴色の基準がわからなかったりすると思うんですけど、まあなんか僕はちょっとどっちかっていうと焦がしてるようなイメージがあるので、まあそんな感じでいいのかなとは思います。なんか弱火でずっとやってるとこうちょっと時間がかかりすぎたりするので、ただ電子レンジでやってるのとお塩を少し振りかけることでもう多分色変わってきてるんで、少し本当ですね、色が少し変わってきてるんで、うん、まあ、この状態でちょっとまあ中火ぐらいでちょっと炒めてもらって色が変わってくると思います。でもね、こう 300g のお肉に対して 150g の生の玉ねぎって言っても炒めるとこんでぐらいの量になっちゃうんで、うん、確かにそう、あとはそんなに多い量じゃないんですけど、結構この玉ねぎのコクが結構大事なんで、まあ、これぐらいですね、飴色これぐらいになった、はい、いい感じの飴色、いい感じの飴色ですね。でこれぐらいになったら、さっきのミンチをフライパンに戻します。で全体を混ぜます。でここに、調味料を入れる前に水を 300cc 入れていきます。水を 300cc ここに入れます。でお水を入れてから、お水を入れて肉全体が浸ってから調味料を入れます。まず、ウスターソースが大さじ1杯、ピザソースも大さじ1杯、で、焼肉のタレも大さじ1杯、でケチャップが大さじ3杯、これを全部入れます。で、水を入れて調味料全部入れたら一回こう家にこう混ぜてもらって、全体を今入れた調味料が全て均等に合わさるようにこう混ぜてもらいます、はい、であとはここから、蓋をして約10分このまま煮詰めてもらいます。それで10分煮詰めることで今入れた調味料とかがの味が肉の中にもギュッとで炒めた玉ねぎの中にもギュッと入るんで美味しいボロネーゼソースができるというような状態になるので、このまま10分ちょっと待ってみたいと思います。ちょうど10分煮込んでるところなんですけど、今がこんな状態ですね。すごい香りはいいんですけど、まあ、まだ水分がちょっと残ってるかなぐらいです。で、まあ、10分を目安に煮詰めてほしいので、それに合わせて、まあ、麺を湯がいとってもらうとちょうど両方出来上がった時に麺を合わせられて効率いいんじゃないかなと思います。でその麺の、まあ、パスタを、まあ、作る時の麺の選び方とか麺の美味しい湯がき方とか、そういったことも別の動画でお伝えしてますので、
もしよかったらそちらも参考にしていただけたら、より美味しいパスタが作れるんじゃないかなと思います。たら、もうすぐ10分経ちますんで、状態としてはこんな感じですね。こうふつふつなってる。まあちょっとまだ水分が多いかなとも思うんですけど、ちょっとこう温度が下がるとまた一体化してくるので、まあこれぐらいがいいのかなと思います。ということで、今実際に、麺が茹で上がったところなんですけど、だいたいですね、今回お伝えしたこのレシピ、ボロネーゼのレシピなんですけど、だいたい1回で 500g ぐらいできるんですよ、この量が。はい、80g の麺に対してこういうボロネーゼの具材を 100g 使う、大体一般的には使うので5台分ぐらいできるんですよ。なのでこの中から 100g ぐらいを使って、あと麺と合わせていきたいと思います。じゃあそのボロネーゼの具が余るってことですか？うん、今回作ったものは余るので、余ったものもですね、結構有効活用できて、タッパーに移して冷凍することもできるし、小分けにしてもらっておいて、それにこうカレー粉をかけてもらうだけでキーマカレーが出来上がるし、あとは朝ごはんとかに向いてるんですけど、朝食の、食パンに塗ってもらってチーズとかをちょっとかけて、ボロネーゼトーストみたいな感じにしてもらうと、多分朝からテンションぶち上がりみたいになると思うので、ぶち上がりですね。それはそういう方法がいいかなと思います。SNS に上げたくなります、ね。SNS に上げたくなるんで、ぜひこの動画を見て、ボロネーゼトースト作ったよっていう方がいたら、ぜひSNS に上げたりコメントで教えてください。ただ僕の励みになるのでよろしくお願いしたいと思います。今 100g ぐらい取りました。麺に合わせました。このぐらいの量ですね。お。こうして合わせていきます。あと肉、肉がものすごくこう好きな方、肉しいのが好きな方はもう少し多めにこうボロネーゼソース使ってもらってもいいんですけど、これで十分ボロネーゼとして美味しいパスタが出来上がるので、これぐらいでいいと思います。だいたい基準は 100g ですね。こんな感じでちょっとちょうど汁気がなくなってくるといいかなと思います。もうちょっと足そうかな。であとはよりその最後にこのボロネーゼソースにコクを持たせるために、バターを大さじ1杯入れます。バター大さじ1とオリーブオイルが、小さじ1杯を入れてください。これであとは混ぜ合わせます。味を見てもらって、塩味を整えてもらう。この塩味はお好みなんで、お好みで整えてもらったらいいかなと思います。でこれでこんな感じですね。結構水分量は少なくていいと思います。ボロネーゼはこれぐらいでいいと思います。十分麺がお出汁を吸ってるので、お好みでブラックペッパーをかけてもらったり、刻んだパセリみたいなのをかけてもらうと、よりちょっと本格的なボロネーゼソースになるかなと思います。ということで、ボロネーゼソースが出来上がりました。いかがだったでしょうか？美味しそうね。結構普通にミートソースのカンカンかけただけとは全然違うような形に出来上がっていると思うので、ぜひ今回の動画を見て皆さんもチャレンジしてみてほしいなと思います。ということで今回の動画は以上になります。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあいただきます。どうかな、こう変わったというか、手間をできるだけ省いて、お野菜をできるだけ使わない調味料だけでできるボロネーゼ。
うん、やっぱりこうあのウスターソースが入ってるんで、こうちゃんと肉肉しい味がこのミンチに染み込んでて、まあ、言っても10分煮込んでるんで結構全体的に味が一体感があって、うん、これはこれがその自宅で食べれるんだったら贅沢ではないかなと思いますので、ぜひ、皆さんもチャレンジしてみてください。